昔々、世界中の人々は温かい光に照らされて平和に暮らしていた。みんな光が大好きだったんだよ。ところが、みんなが光を欲しがって、やがて争いが始まった。するとみんなの心に闇が生まれたんだ。闇はどんどん広がって、たくさんの心と光を飲み込んだのさ。世界は闇に覆われて消えてしまったんだ。けれど、小さな光のかけらが残っていたのさ、子供たちの心の中にね。子供たちは光のかけらの力で消えてしまった世界を作り直したんだ。それが私たちの世界なんだよ。